どうもおはようございます。今回のいつか公開のコーナーですけれども、6月3日の1時間軸から順番にいただいたシートを考察していこうと思います。1枚目のシートの要点は一つですね、こちらに書いてますように140円を上底として週明けの状況と材料まで横ばいが続くと予想していますということですね。私これね、横ばいではなくって下落に転じると思うんですよ。というのが、この買いのポジションっていうのは、これほとんどが新規で買われてるわけですよね。まあ材料があったとはいえね、新規で買われていた分が決済されると思うんですよ。決済されるとこの上昇の圧力が収まってきて下に向かうっていうことになりますよね。それがだから半値くらいで起きるんじゃないかなと思うんですよね。まあこれは今の時点でそう思うだけであって、もしかしたらね、まだまだ値上がりすることを見込んで決済されない場合はまだ上がると思いますね。でもまあこの2つの考え方のうち下落の方が強いんじゃないかな。もちろん横ばいはね出ると思うんですよ。だから月曜日のうちに横ばいが終わるのか、それとも火曜日に横ばいが持ち越されるのか、これを見極めていこうかと思っております。次のシートいきます。はい、次のシートは、これは4時間足ですね。ダブルトップが見えていて、ここにダブルトップ。で、下落が始まったと。まあ、下落といってもね、レンジを重ねた形の下落なんで、まあ、他の形の下落上昇っていうと、レンジがあって、ズバーンとブレイクして、この辺で落ち着いたんで、ここにまた、レンジができるよっていうね。ちょっと離れたやつね、これ。これ、利益ポイントが結構取れるブレイクアウトで儲けられるやつです。それに比べると、レンジがこういう風に重なったやつっていうのはね、そんなにね、ブレイクで利益取れないんですよ。ともすると、ロスカットの方が多くなっちゃったりするんですよね。はい。140円のラインが抵抗となっている。これは抵抗でしょうね、もう完全にね。140円っていう心理的な抵抗もあれば、ダブルトップを書いたっていう実際のテクニカル的な抵抗もありますんで、もうここ突き破って上に行くことはないんじゃないですかね。で、140円台になると、途端に、もじもじするような気もしますね。これはまだ分かりませんけども、多分そうなるんじゃないかな。で、下に行く分に関しましては結構伸びると思ってますんで、これが下落圧力があるって判断する、まあそういった見方になってきてます。じゃあ3つ目のシートです。はい、チャンネルラインは上昇、ただ140円の抵抗があるんでダブルトップにある。ダブルトップは大いに可能性ありますよ。ダブルトップの中でもここが揃うダブルトップと、もうどうせ140円に行ったらどうせ決済するんでしょう。だったら早めに決済しちゃうよって感じで、右肩下がりのダブルトップもありえますね。つまりは高値更新せずってやつです。高値が切り下がっていくときによくある現象です。このどっちかじゃないかなと思います。さあ今回のシートの添削は以上ですけども、ちょっとね、コメントがプラスされてます。来週も材料に星3つが多いように見受けられますが、指標カレンダーはまだ見慣れてないので、多いとの判断でよろしいでしょうか。これね、単純にね、多い少ないって見るよりも、前の週よりも多いかな、まあ、前の週よりも少ないかなっていうふうに見ていくと、相対的関係で、あ、だったら材料の影響をより強く受けるな、とかね。久しぶりの材料の数なんで、これは強い影響が出るかな、とか。で、材料が続くようだったら、これはね、だんだんとテクニカルに飲み込まれて、材料の威力が弱くなるんですよ。で、そういうふうに判断していくといいのかなと思います。つまり、前後の材料の相対関係ですよね。だからこれを1ヶ月ぐらいで見ていったらいいんじゃないですか。1ヶ月のうちに、私よく言いますけども、材料の多い週とそれに比べて少ない週っていう風な色分けしてると思うんですよ。そうすると1ヶ月の中でも材料がより際立っている週とテクニカルの方が強く出てくる週っていう風に色分けすることができますよね。だから今週はテクニカルで儲けるよと、今週はまあちょっとファンダメンタルが効きすぎてるんで、様子を見るよみたいな感じで、もう週の初めからね、積極的に FX に向き合っていくのか、それともまあ多少ね、 FX の方は放置してでも別のことを、私生活の方とか別の仕事をやるのかっていう風な判断にもなるわけですよ。はい、当然材料が多い時っていうのは週間の取引はしませんね。こういう風に見ていくといいと思います。じゃあ2つ目です。ロスカットについて、140円台の上底の圧力が厚いと判断し、大きなヒゲで反転することが多くあったので、最悪ある程度の損失覚悟で今週は上ほどのロスカットはほぼせずに、ロスカットそうですね、エントリーしていたのですが、考え方としてはどうでしょうかと。これでだから要するにね、自分なりのシナリオを書いて、そのシナリオの根拠もちゃんと明確にすることで、ことが終わった後にそのシナリオはどうなったのか、根拠はどうだったのかってことを考察するっていうのが大事です。ね。まあ、これが一般論です。でも、個別的に今いただいた質問に答えるとすると、
あの、まあ、しない方がいいですね、こういうのね。あの、ロスカットをある程度覚悟っていうのは、もうちょっと資金量が上がってきたりとか、精神量が強くなったりとかね。まあ、技術が上がってきたりとかの時に、ちょっとだけ自分に対して背伸びをする、無茶をするっていう、そういう風な形になってきますんで、そうですね。あの、FX で毎月の利益が、まあ、数万円みたいなことがね、安定したらこれはいいと思います。でもまだそうではないと思うんだったらやらない方がいいですね。まあ、そういうふうに考えてみてください。だから自分の状況によって考え方が正解だったり不正解になるってことです。改めて申し上げますけども、FX で安定収入が数万円でも取れているんだったら、今回のようなね、最悪ある程度の損失覚悟で何々するっていうのはこれ OK です。でも、FX で収益を取れてるわけではないのに、それをやっちゃうと、まあそこまでしなくてもいいかなってことですね。やっちゃうとどうこうってことはないですけど、そこまでしなくてもいいかなと。足場固めに集中してくださいということになります。はい、じゃあ以上ですね。すいません。ありがとうございます。